そこでくたばってな。あそこだ。突破するぞ。あいつらこれであのひどい音を耐えているんだろうな。雪だ。ここはこれ以上暖かくはならないな。デルバールに拷問されて変なものを見せられた。俺が一緒だったらなぜ呼ばなかった。そりゃ俺は飲んだくれたけど。でもやめてバカね。デルバールから伝言がある。交渉をしたいんだって。罠だと知っていたから呼ばなかったのよ。危ないと思って。大した罠じゃないと思ったの。やれると思ったのに。いい、聞いて。メリリアンで何かとてつもないことが起こるわ。太陽が煙で曇りよく姿をアバードに拝ませるって言ってた。王のそばにいてあげて。おふざけはもうおしまい。あなたも早く大人にならないと。分かった。約束だ。絶対に約束よ、エレンド。
エルサ。おい、ダメだ。行くな。約束は守るよ。絶対だ。エレンド、気の毒に。デルバールを探すにもメリディアンは広すぎる。奴の持ち物を見てみる。手がかりがあるかも。随分と丁寧に解体しているな。デルバールは機械をいじって何を。嫌な感じがする。奇妙な装置だ。いかにも手が込んでる。電源を入れたらどうなる。うまくいったみたいだな。ほら二人とも何か言ってみろ。どうしよう、なんて言ったらいい。なんでもいいさ。お前の声が聞きたいだけだ。取っておきたいんだよ。じゃあ歌うね。ラララほら、歌に笑い声、話すのよりもいい。これで聞きたい時に聞けるな。終わったの？さあ寝る時間よ。おやすみママ。家族の形見か。奴にはもう失うものがない。もう少しそばにいさせてくれ。デルバールの記録か。制作についてのメモか。手紙が挟まっているな。メリディアンにブレイズをたくさん送った。それを見つければデルバールも見つかるだろう。役に立ちそうなものを見つけた。とりあえず応急に戻ろう。ああ、俺もすぐ行く。だが今はエルサのそばにいたい。気がない。